午後1時ごろくっちゃ町南2条西1丁目の国道5号の交差点で直進していた60代の男性患者を搬送中の救急車が右から来た乗用車と出会い頭に衝突しましたこの事故で男性患者が額に擦り傷を負い別の救急車で病院に運ばれたほか乗用車を運転していた50代の女性も胸の痛みを訴え搬送されました警察は 救急車が緊急走行中、赤信号の交差点を通過しようとした際に起きた事故とみて、当時の状況を調べています。